新総裁の選出について拉致被害者家族は苛立ちを見せました。総理大臣ももう何人お代わりなっかわかりませんし私なんか死ん,死んでもううらあのもう恨みが残るなと思うぐらいやっぱりもっと頑張ってもらいたいなと思います、ね、北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの母親の早紀江さんは総裁が変わるたびにあーって言いながら来たわけで 情けないと思っていると述べましたその上で日朝首脳会談を一番にやってもらわないといけないと訴えました一方家族会の飯塚茂代表は岸田さんは弱い人、外務大臣の時もはっきりしない人だった具体的な計画を示し動いてほしいとコメントしています